今からムバッペが試合中によく使うようなタッチの練習。小指、小指。今からムバッペが試合中によく使うようなタッチの練習やっていきます。ムバッペ好き？じゃあムバッペになって、この練習で、この練習終わったらもう顔がムバッペになってるぐらい、空は体がムバッペになるから、うん、空は体がムバッペ。 OK。 はい、じゃあまず右利きの選手がやります。右利きの選手 OK。 で、これ全部小指か足の裏しか使いません。 OK。 小指か足の裏、一回やるね。こっからまず正解です。今日これポイントね。ここから3回目はステップ踏んで足をつけずに4回目の小指に入る感じで、その時にカットインを仕上げる。ここで3、4、今分かった3、4で、次に優しく4回目触ったら5回目で強く相手をかわす、そうイメージ。もう一回いくよ。はい、1、2、3、4、5、覚えた？これを左利きの人もこっち、最初上とはまっすぐ、まっすぐで、小指で1、2、3、4、5、やめる。 OK。 これを連続。じゃあこれなんでムバッペやったか分かる？あの人足速いじゃん、ギュイーンって向いてムバッペ、分かる？多いね、スピード出しやすい、相手油断するからいいですね。さっき言ったやつ、ポイント何だった？足をそう、つけない、つけない、あれをすることによってね、足をつく時間が少ない、ないよね、まず足がないからつかないからね。だからその分相手とリズムのテンポがずれるイメージを持ってこの練習やってください。 OK。 さっき言ったように練習終わった後顔がムバッペになるように、体は空だけ、空が体こういうムバッペみたいになってるから、みんなは顔がムバッペになるぐらい頑張ってください。 OK でしょうか？あれ元気ある？ OK でしょうか？ OK でしょうか？ OK です、やっていきましょう。いかがですか？